私が今いるのは武家屋敷の近くにある日踊り坂。竹林が美しいですよね。竹垣もきれいに整備されていて景色とマッチしています。この竹垣、ボランティアの方々によって整備されたものなんだとか。今回の特集は竹垣整備ボランティアの皆さんの活動をご紹介します。竹垣を整備したのは、さくら竹垣物語25という名前で活動しているグループの皆さん。全員、さくら市民カレッジの25期生です。25期生の25から取って、さくら竹垣物語25というグループ名にしたんだとか。さくら市民カレッジとは、40歳以上の方が参加できる4年制の市民大学のこと。共に学ぶ仲間との出会いの場、生きがいを持ちながら活動する場となるよう、中央公民館の主催で行われているものです。学びたい、地域の役に立ちたいという方が多く参加しています。さくら竹垣物語の活動は市民カレッジ在学中の2018年にスタート。当初は27名だったメンバーも現在41名にまで増えました。グループのリーダーを務めるのはこちらのお三方。開校する年のですね、3月に46年勤めました会社を退職しまして、ちょうどタイミングよく市民カレッジの募集がありましたので、ちょっとなんか新しいことに挑戦してみたいと思って申し込みをしました。さくらに移ってきて30数年経つんですけども、まあ都内に通っていて地元のことは何も知らない、まあ地元でテニスや仲間はいるんですけども、それ以外知ってる人もいない、まあ、そういう中でテニス仲間が1年先に行っていてね、なかなか面白そうだということで、それで自分もやってみようと思いました。市民カレッジの中で2年生の時にまちづくりという講座があって、自分たちで課題を見つけて自分たちでその市の役に立つなんかテーマを作って自分たちで実行するとこういう授業がありました。それでたまたまあそこの日踊り坂の作家を見て、竹垣があまりにもちょっとひどかったと、こういうことで、それでどうしようかなとこう考えてた時に、たまたまこの町づくりとうまくぶつかったと、こういうことで、じゃあこれをやろうということで提案をしたわけです。2020年10月桜城址公園にある乳母ヶ池の竹垣整備を行っています。経年劣化が激しく一部破損している箇所もあったことから、市の公園緑地課と一緒に補修していただくことになりました。市長も激励に駆けつけます。本当に大変ですけど、ありがとうございます。こんな綺麗になって本当に感謝ですよ。メンバーの皆さんはもともとは会社員や専業主婦だった方たちばかり。紐の結び方など仲間同士で教え合いながら覚えていきます。こうなってますから、使う道具は基本的に自分で用意。ボランティアなので当然報酬もありません。時間とお金をかけてまでどうして活動に参加するのでしょう。結構大変じゃないですか、この作業。楽しいですよ。楽しい、どういったところが。やったら成果が出るので、皆さんと一緒に何かをやるっていうのが楽しい。楽しい、はい、で形が残ってやったのよっていう、私たちが見たのよっていうのが味わえるので、
達成感です。自分がやったことが形として残る、多くの人の目に触れる、そういった社会とのつながりを持てることが喜びにつながるんですね。3日間の作業で老朽化していた竹垣がこんなにきれいになりました。この日は材料の竹を切り出す作業。竹垣に使う竹も原則自分たちで用意します。さくら竹垣物語の皆さんがこれまでに整備したのは7カ所の公共施設。市民カレッジ在学中にスタートし、カレッジ卒業後の現在も活動を継続しています。継続してやっていくための秘訣があるそうなので聞いてみましょう。私はこの竹垣をやるときに、いくつかポイントがあると思ったんです。まず自分たちが楽しく感じること、それで楽しくはあっても充実感を得られるということと、それと継続すること、それとやっぱり何か形に残ると、こういうことが大事かなと、こういうことで、この3つをなんかクリアすれば継続できるかなと。それと組織を、この竹垣っていうグループを、今41名のメンバーいるんですけど、あまり拘束しない、あくまでも自分たちの意思で、自分たちで参加をしてくれると、それで自分たちが楽しんでもらうということが大きなポイントかなと思ってます。作業日の連絡は LINE で一斉に行います。普通は出欠確認を取りますよね。ところがこのグループでは出欠の返事はいらないそうです。欠席すると連絡するのは気が引けるもの。何度もそれが続くと、だんだん参加しづらくなってしまいます。そうならないよう、出欠の連絡は不要にしているんだとか。自分の都合のいい時にだけ参加する。欠席の連絡はいらない。それでも毎回20名以上は集まるそうです。ゆるい縛りだからこそ、活動を継続していけるんですね。その他にも活動を続けていくためにやっていることがあるんだとか。実は竹垣の整備を行うのは秋から冬にかけての寒い時期だけ。竹が乾燥している時期の方が加工しやすく傷みづらいからです。そのため竹垣整備を行わない春から夏にかけても、メンバー同士の交流がなくならないよう、月に1回日踊り坂の掃除と竹垣の点検をしているそうです。そうそう、竹垣整備の甲斐もあって、日踊り坂は LINE トラベル JP の旅人大賞トレンドスポットアワード2018特別賞を受賞しているんです。自分たちが整備した場所が評価されて、喜びもひとしおですね。さくら竹垣物語の活動ももうすぐ4年目を迎えます。最後にグループの今後について伺いました。本当に竹垣5年くらい経ってると、またかなり老朽化してきちゃいますので、そこのメンテナンスをまた改めてやらなくちゃいけないかなっていうのと、やはりどこか新しいところもあれば見つけてやっていきたいなとは思います。仲間と共に作業する喜び、それが形として残り、多くの人の目に触れる喜び、いくつになっても生きがいを持って活動するって大事ですよね。さくら竹垣物語25の皆さん、竹垣整備本当にありがとうございます。
皆さんが生涯現役で活躍されることを心より願っています。